こんにちは。ゼロから始める家族信託民事信託活用術チャンネル司法書士の斉藤です。今回はその死亡や認知症によって銀行の口座凍結をしてしまった、そんな相談がやっぱり増えてきていまして、このことについて皆さんに解説していきたいなと思います。でやはりその我々の相談事例の中でも、その親御さんが認知症になってしまって、それをちょっと銀行に相談したところ、その銀行のキャッシュカードの利用ができなくなってしまった、こんな相談なんかも最近増えてきました。やっぱりこういったものっていうのは、その親御さんの介護を今後考える方、特にお子さん世代にとってみては最も気になる問題の一つだと思います。今回はこのことについてちょっと皆さんに解説していきたいなと思います。ではそもそもこの口座凍結ってどういう状態かといったところを確認していきたいと思います。この銀行の口座が使えなくなるタイミングとすると、大きく分けて2つあります。1つがまず1点、ご本人が亡くなった場合ですね。この亡くなったことを銀行が知った場合です。こういった時には当然その銀行の入出金などの全ての取引が停止してしまいます。次に2つ目ですね、判断能力の著しい低下による場合ですね。だからもう本人が完全に判断能力がないということを銀行が分かってしまった時点においては、その多額の銀行の出金や送金などの手続きができなくなります。ただその口座自体は生きているので、例えば家賃収入の振り込みや公共料金等の引き落とし、こういった一部の取引は継続しますが、大きな財産を動かすことや、あと定期預金を解約するなど、こういったことを行うのが難しくなります。これが口座の凍結っていう一般的に言われる状態です。では、銀行が口座を凍結するタイミングってどういう時点って言ったところですね。これはじゃあ施設からよく相談があるのが、認知症の診断書が出た時なんですかとかね、そういうことをよく聞かれます。そうではなくてですね、銀行がその原因にあたる事実を知った時点です。ではその事実をいつ知るのっていうところについて確認していきます。基本的には相続の場合には、相続人と家族からの連絡によって知ることになります。新聞の奥読み欄とか名刺の方で、その葬儀会場の看板などで直接銀行の担当者が亡くなったっていうことが分かった場合には、銀行が自ら知るっていうこともある可能性もありますけど、基本的には家族からの連絡によってその事実を知ります。あと付け加えというのになると、相続税などの申告のために残高証明書っていうのを取り寄せることもあるんですが、こういう残高証明書の請求をした時点、こういったことによっても知ることになります。では次に、認知症だと診断された時、さっきも言った通り口座は凍結されるのっていう話ですね。何度も言う通り、その医師の診断によって認知症と診断されたからといって口座が即凍結されるわけではないんですね。でもやっぱりその銀行取引してると、いろいろ問題点で出てくるじゃないですか。例えば暗証番号を忘れてしまったり、今まではねキャッシュカードで管理してたんですけど、通帳なども紛失してしまったといったような場合、あとさっき言った多額の財産を振り込むとか定期預金を解約する、こういったタイミングです。こういった時にはやっぱりその本人の意思確認というところを金融機関やっていかなきゃいけないんですね。でここで本人とその金融機関の窓口で手続きをやっていくんですけど、これもやっぱり今までの相談を受けながら、こういったことでダメだったなって言ったのがあるんですけど、例えばまず本人が窓口まで来れるのか、あと直筆でちゃんと自分で署名できるのかとか、あと名前や生年月日が言えるのか、こういったことを全体的に総合勘案して、その本人が判断能力があるのかないのか、そういったことを確認しているようです。だからその金融機関側の方から積極的に凍結を促すというよりも、そもそもこういった窓口に行って、その手続きがちゃんと本人ができるのかできないのか、こういったことがポイントになってきます。では次に、この死亡や認知症、こういった事態が発生したにもかかわらず金融機関に知らせないで親のキャッシュカードを使用する場合の大きなリスクというのを考えていきたいと思います。
先ほど申し上げた通り、金融機関が分からなければ、一応 ATM、本来ダメですけど、ATM をこう活、ATM とキャッシュカードを活用して、その金融手続きは継続することはできてしまいます。ですが、それをずっとやっているということについても、やっぱりリスクを考えていかなければならないんですね。まず、その相続後の問題です。相続放棄ができなくなるかもという問題があります。親が亡くなった後も銀行が分からなければ ATM 操作はできてしまうんです。でも、その ATM 操作をして、もし仮に引き出したお金を自分のために使ってしまった場合には、これ法律上法定単純承認といって、相続をしたものとみなされます。親の財産が、その借金がなくて、プラスの財産ばっかりだったらいいんですが、逆に事業をやっていたような方で、借金がある場合に、自分の、親の相続財産よりも借金が多い場合には、相続放棄をするということも選択肢の一つになってくるんですね。で、相続放棄をすると、借金も含めた相続財産は相続しなくても良くなるわけなんですが、その前に、さっきも言った親の財産を自分のために使っているというような、その法定単純承認事由というんですけど、これをやってしまうと、相続したものとみなされてしまうため、相続放棄が以後できなくなってしまいます。次に、相続人間の争いに発展するリスクが出てきてしまうんですね。これ生前から例えばずっと親の財産、親の通帳を使って財産管理していたときに、ちゃんと支払った領収書や請求書と使ったお金の履歴が一致してれば特に問題ないと思うんですが、そうでなかった場合、他の方から見ると、その方が自分のために使ってんじゃないかっていう、あらぬ疑いの問題、リスクが出てきてしまう可能性があるんですね。だから、その後の不信感が募り、その後の関係性が悪くなる。こういった問題が出てきます。あと、亡くなった後もずっとそのまま使ってたら、当然これは自分のために全部独占しちゃったんじゃないかっていうような、あらぬ疑いって出てきますよね。で、この相続後のこの口座についての取り扱いなんですが、先ほども言った通り、これ、亡くなった後に銀行が事実を知った時には、その口座が凍結するというのが原則なんですが、この2019年7月1日の相続法改正によって、一部取り扱いが変わってます。相続時の預貯金残高の3分の1に法定相続分をかけた金額、またはマックス150万円までについては、自分の相続分に相当する、自分の相続分かける3分の1か最大150万までは、その、口座凍結したとしても、その払い戻しを受けれるようになりました。まあ、ここは改正点、まあ、例えば緊急的に葬儀費用で支払いが必要とか、そういったことに対応するためです。改正がありますので、もしこのことについてさらに詳しく知りたい方は、別途動画を用意しております。この動画の下に URL の方を記載してありますので、興味ある方はそちらで改正点確認してみてください。最後にまとめになります。認知症だからといって、必ずしも口座がすぐに凍結するわけではなく、その銀行取引等を通じて、その認知症の事実が発覚して、口座が凍結されてしまう可能性があるということに注意しておいてください。そして、その親の死亡後、その預貯金を使ってしまうと、その相続したものとみなされて、これ自分のために使ってしまうとですね、相続したものとみなされて、相続放棄ができなくなるリスクがあります。だからこれは、借金が多い方については、その注意が必要です。そして、親の預貯金を勝手に一番使ってしまう、一番のリスクは、やはり、それは他の相続人の方から見ると、その自分のために使ってるんじゃないかという、あらぬ疑いから、あら相続の問題が発生してしまうことです。まあ、こういったことに注意しながら、そのキャッシュカードで預貯金を管理していく、ということについて注意をしてみてください。今後もこの動画では相続や生前対策、家族信託に関する情報を定期的にアップロードしていきますので、ご興味ある方はぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。